はい、どうもタクタクです。ドラゴンクエスト11やっていきましょう。さあ、どこ行くんだったっけそこからかいんだよね。多分こっちだと思うんだよね。ちょっとこっち側に移動しましょう。ここを越えていけばいいのかな、わからんが。氷国の湖、なんかあんのかな。ふわ、滑る。馬でも滑るよ。うわ、トロルがいる。ふぅー、あんまり関係なかったかな。この奥に行って、ゼランダ山でいいのかな。合ってるこれ、ルート。なんか自信ないけど、ゼランダ山っていうとこに来たね。お、ここは凍ってねえぞ。これ合ってる不安でしかねえ。変なモンスターもいるし、こっちじゃないぞいとか言われたらどうしよう。ここでいいのかな。聖地ここじゃなくね。こいつを倒して乗れってことだよね、多分ね。よいしょ。お、なんで囲まれたの。こっちが先制攻撃したのに。意味がわからん。ギガスラッシュ。え、強い。個体差がある。倒した。ベロニカのレベルがあんま使わなくなっちゃったな、ベロニカターン。あ、イオーラ覚えた。うわー、使っていきたい気がする。ちょっと入れ替えようかな。まあいいや、とりあえずジャンプ。ここもいけんのかな。え、あの上ちょっと見たいけど、この上も早がってて。蝶の羽、蝶の羽何使うのこれ。今まで使ったことないと、多分あるのかな。おお、ジャンプできんのこんなとこ。うわ、すごい跳躍力。ここもジャンプ。お、取れる取れる取れる。サソリソウ、サトリソウか。この先もトウ。ここは、ここも来たよ。ジャンプ。さあ、宝を。おじいさんメダルか。こっちからじゃなかったらどうしよう。マジ今意味ない時間なんだけど。そして、よいしょ。どこだどこだ。この橋渡んのかな。その前によっち族を回収して、この先に行きまーす。ちょっと邪魔だよ。ふぅ、お前に構ってる暇はなーい。ここか、聖地ラムダ。ここ関係ある、これ。わ、これ今関係ねえとこ来たんじゃないか、俺。関係ある、ちょっと話聞いてなかったね。あ、これ絶対関係ないな、これ多分。ここじゃねえな。ここじゃないかもしれません。え、これどうやって行くんだっけ？どこに行くんだったっけ？図書館に行くんだったんじゃなかったっけ？なんだか今までとは空気が違うわね。険しい山道を抜けた先にこんな神秘的な場所があるなんて。だってあのおっさんにね、マルティナさんなら自分の故郷を神秘的なんて言われるとなんだか照れくさいわ。あ、そっか。ここあれか。このイズラの故郷か。え、故郷ですって。ということは、忘れてた。はい。この地こそ私たちのふるさと、命の大事とともに世界を見守ってきた、神語りの里、聖地ラムダですわ。静かすぎて退屈の場所だけど、ここに来るとやっぱり落ち着くわね。虹色の枝が見せてくれたオーブを捧げる祭壇は、この里を抜けた先に広がる、始祖の森の山頂にあるはずですわ。ここで疲れを癒していきましょう。勇者様がいらしたと知ったらみんなきっと喜びますわ。いや、俺ちょっとこれ完全にやったな、多分な。物語の進行上、まだなとこだな、これな。これでもルーラできるもん。あ、クレイモラン城下町に戻ろう。もしかしてこれか、古代図書館って書いてんじゃん、よく見たら。何をやってんだ俺は。ちゃんと見よう、マップ。
恥ずかしいわ。はい、改めまして着きました。ここが古代図書館ですね。めっちゃ目と鼻の先だったじゃん。アホか。あ、なんかいるぞ。スライム。へえ、人間が来るなんて珍しいね。ここはイニシアの時代の貴重な書物が収められた古代図書館だよ。そうだ、せっかく来たんだからいいことを教えてあげる。この図書館にある色付きの本が入った本棚は、それぞれの色に対応したスイッチを押せば動かすことができるんだよ。試しに2階にある青いスイッチを押してごらん。青い本棚が邪魔して通れなかった場所が通れるようになるよ。それからそばに本が積んである本棚にはとっても読み応えがある本が入ってるから読んでみてね。なるほど。そういう物語と関係ないこともあるんですかね。なんかサイドストーリー的なものをここで読み解ける的なことなんですかね。2階にあるって言ってたからまず2階に登るべきなんでしょうね。おお、大丈夫、キラーマシンみたいなのいるぞ。これ出口だもんね。目回る目回る。ここがこの先を登っていく2階にある青いボタン。ん？これのこと？ん？本棚を調べた。ん？ん？これじゃねえの？ん？青いボタンでしょ？え、これのことじゃないの？え？え、これ？あ、これかい！なんだよ。え、なんか見慣れな、あ、地獄の使いだこれ。地獄の使い。ドラクエ2だね。これは動く石像でしょ、どうせ。他にもボタンがあるのかな？対応したボタンが。どこだ、どこだ？どっかに多分ボタンがあるんでしょうな。これか。これを押すと、これかな？はい。また今度は赤が引っ込んで出てくると、青が。この先に行けば多分入れ替えで進めるようになっているのかな。あ、こういうの、こういうの。ほら、かなり古い本のようなかすれた想定で魔力増幅の呪文2巻。封印かけられてタクタク読むことできない。え、これはなんかいずれ回収しに来いってこと？それはそれで、あれですね。あ、宝箱。イエーイ、聖者の灰。ん？聖者の灰だった？どこだろう？どこから上がるんだろうか？こっちか。あったあった。またあったよ。封印された竜という古い本だ。はるか、昔、北の凍てつく大地、黒い恐竜が存在した。この竜にクレイモラン王国は追い詰められた。だがそこへ一人の若者が現れ、巨竜を倒し二度と復活できぬようシスケビア雪原の湖に封印した。はあ、なんか途中通ってきたとこ。その若者がいなくなった時代に魔竜が復活すればクレイモラン王国は再び恐怖に支配されるだろう。え、なんか意味ありげな、今後関係ありそうな書物でしたね。絶対関係あるよねこれね。これを今押すべきか否か。あ、でも上がれる。あ、これ違う。こう押してみて青が動く。これを読むと、はい、どうやらかなり古い本。ネルセンの秘伝書、地の巻。お、またネルセンの秘伝書。しかし内容を読んだ限り今はたくない。どっかあったよね、これね。水の書とかね。あったあった、どっかに。赤。今度は赤。これは橋を渡らんとどうにもならんって感じか。あ！なんじゃこりゃ。おお！そういう仕掛けもあり？おおおおおお。どうすんの？うおっと！動いてる動いてる。え？なにこれ？モンスター？これも。これモンスターか。めっちゃ頭良さそうな竜みたいなこと。ほぉ！お前ら戦う暇はなーい。こいつを押すと、また新しいルートが、これで降りればいいんじゃないか、多分。そういうことだよ、多分。降りまして、目回るな、これ。
目回ってもう吐きそうなんだけど、これちょっとゲロ注意ですね、これは。はいはい、いけるようになってる。あ、黄色まで出てきた。黄色まであるのか。また学者ドラゴンがいるよ。これもなんだ。はい、レシピブック。お、大魔導のすすめ、ウィッチハット、ウィッチローブ。おー、これはいいじゃないか。これはいいものをゲットしたぞ。で、これも素直に言っちゃっていいものかな。いや、反対側もちょっと見てみよう、念のためね。あ、やっぱりなんかあるよ、まだ。黄色のスイッチもある。命の大樹の年輪。はい、切り株の断面に浮かぶ年輪はその木が生きた時間そのものである。では、この世界で一番大きな木、命の大樹の年輪は一体どのくらい巻いているのだろう。世界を見守る命の大樹は一体どれだけの長い時を生き、ロトゼタシアを見守っているのだろうか。いや、ロトゼタシアが生まれるずっと前、我らの想像など遥か及ばぬ昔から大樹は生き続けているのかもしれない。そうだな。とりあえず黄色のスイッチを押してみましたけども、黄色のスイッチが開いて、さあ、こっち側の黄色が下がって、この先にある、お、階段にも行けるようになっている。行ってみようか、こっち側から行ってみよう。なんか宝箱2つとかあったけど、あれはいいのかな。この先にないね。え、なんか宝箱2つある場所どこだっけ。あー、なんかこれもう着いたんじゃね、ボス的なところに。嫌な予感がするぞ。ちょっと待って、うん、これでいこう。どうどう、着いたよ。何もいない。お、これじゃ、これ、この本を読めば魔女を封印した時のことがわかるはずじゃ。では読むぞ。魔女の魔力はあまりに強大だった。私の力をもってしても倒すことは愚か、封印することさえできなかったのだ。そこで私は魔力を吸い取る聖獣を操り、魔女レイズレッドの魔力を吸い取ってから魔導書の中に封印することにした。この計画は成功し、魔女を封印した金書を古代図書館に収めた後、私はミルレアンの森でその聖獣と余生を過ごすことにした。ミルレアンの森、聖獣と余生を過ごすことにした。なるほど、魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。ミルレアンの森に聖獣なんていた？魔女の手下っていう魔獣ならいたけど、タクタクが逃亡したわよね。なんじゃと、タクタクくん、その魔獣とはどんな姿をしていたのかね。なんかモモンジャの大きい版みたいな。ふむふむ、純白のまん丸い体に金色のたてがみ、大きなお口で無法言っておったじゃと。ってバカモン、お前さんが倒したのはここに書かれてある聖獣じゃ。ということはどうすればいいですか、それは。もうどうしようも取り返しのつかないこと。でも女王様がそう言ったのよ。ミルレアンの森にいる獣は魔女の手先だって、タクタクのせいじゃないわ。まさか、待てよ。何、シャール様がそう言ったのか。ふむ、なぜそんなこと。あら、ねえタクタク、これ女王様が持っていた本の表紙の紋章と一緒じゃない。本当や、一緒や。あいつがもしかして魔女だったってこと。ふむふむ、どうやらこれは金書の刻まれている紋章のようじゃな。待って、つまり女王様が持っていたのは魔女が封印された金書だったってことね。ということは、まさか。ここで考えてても仕方ないわ。とりあえずクレイモラーに戻って女王様にいろいろ聞いてみましょう。え、女王様が魔女だった的なこと、違うかな、まんまとみたいなことかな。これ読むことできないね。禁じられた力。お、とても古い本だ。やっぱこれもダメか、まともに読めないな。ここは何をする場所なの。これは光ってるよ、ここで読んでね的なところか。
うん、これもダメだね。何の盾札？危険、むやみに近づくんこと。こっち側に行けるな。テラスって書いてる。テラス。むやみに近づかぬことって書いてあったよね。テラス。ここが飛び降り。あー、なるほど。そしたら一気に下まで、ヒュー。行けるということですね。宝箱とか取ってないんだけど、ちょっと回収してくるわ。お、あったあったあった。これだよ、気になってた宝は。ミミックかーい、やべえこれはやべえぞ。これはやべえ。いけるか、大丈夫か。倒せるかな。火炎斬り。ドルマ。どうかな、微妙だな。ガンガン行こうぜ。やべ！あ、よかった。でも2回こう、うお！破壊力よ。さっさと倒れろ。意外とあんな。ドルマ。キー！ちょっと待てよ。あ、でも言えちゃった。なぜ？ IMP がない、ざまみろ。オッケー、しかも、防いだ。このターンで頼む。倒してくれ。やれ！マジか。しぶといわね。しぶといわ。ちょっとシルビアだけでも、命大事にしとこう。いけ！やめて。よしよしよし、生きてる。オーケー！いやー、きついって、ここのミミック。しかも、大してもらえないっていうね。お、なんかくれる？スキルの種。ああ、これはありがたい。そういう点ではありがたい。え、こっちインパスじゃねえじゃん。こっちもインパスじゃねえ。インパスしよう。青い、こっちかー。メタルのかけら。何メタルのかけらって。まあいいや、これで出ようか。リネミト。じゃあ、これでいいのかな？これで、クレモラン城下町戻りましょうか。クレモラン城下町に戻る。よし、クレイモラン城下町に戻ってきたよ。裏口からちょっと入りましょうか。女王様、女王様。女王様いないんじゃね？これ。あ、いるな。え？じゃあ、女王様なのか。俺、勘違いか、じゃあ。てっきりこの人が魔女じゃないかなって思ったんだけどな。どういうことやねん。あれ？本は？あなた。ああ、皆さん、ご無事だったんですね。私、このまま帰ってこないんじゃないかと、夜も眠れないほど心配で心配で。ねえ、もうお芝居はやめたら。やっぱりそういうことだ。え？うん。お、やっぱりそれ私の呪文で受けた傷ね。あんたが魔女なんでしょう。ちょっと変な味になっちゃいましたけど。あら、バレちゃった？え、女王はじゃあ。ジョーも凍ってるってこと？ジョーに、モシャス、モシャス、モシャス。これモシャスですよ。ジョーは多分こんな感じなんでしょう。まさか、魔女がジョー様に化けておったとは。ふふふ、あんたたちが政治を倒してくれたおかげで昔の力が蘇ったわ。英雄グレイグを取り逃がしたあの時の借り、ここで返してあげる。さあ、私の腕の中で永遠に凍りなさい。やべえ。リーズレッドを弱らせ、金賞を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。なるほど。戦闘になるわけですね、ここで。心の準備ができてなかったが。ちょっと、
じゃあちょっと慎重に行こうか。目入れさせるにして、意外とギガスラッシュなんじゃない、はやぶさギーじゃなくてギガスラッシュで、ロウは魔法使ってくるってことよね。魔法カンタかな、魔法カンタを、あ待って、今まだ魔法カンタやったらまずいな、ステータスを上げてからとかの方がいいかもしれんな。そうなるともう先に、なんかないのか補助系呪文。微妙だな、微妙、考えさせられますね。ドルマで、まあ最初はダメージを与えていこう。セーニャは素直にスクルトをかけておいて、シルビアはちょっとこれタクタクにちょっとバイシオンかけとこうか。ギガスラッシュ、オッケー、めっちゃ効く。うふう、雪だるまにしたよ、雪だるまに変えられた、マジそんなことされちゃうの。バイシオンかけたんだけどな。じゃあこれあれじゃない、またセーニャのお得意のあれを使った方がいいんじゃない、これは。ドルマ打つか、これだね、キラキラポーンだね。まあ自分がまず雪だるまにされないことを優先しよう。でここもやっぱりピオリムじゃないか。いやマジか、次から次へと。えこいつ全然魔法使わねえじゃん。フバーハ使うか、フバーハ、フバーハ、はい、かかりにくくなった。でギガスラッシュ、フバーハだな。フバーハどこ行った、なんかあったよね確かフバーハ、あないか、バーハか、仲間一人のブレスダメージを軽減する。フバーハじゃないのか、フバーハじゃないと使えねえな。回復にもあるか、とりあえずこの人は覚えてないよね、この人は。てかせいやね、キラキラポーンをじゃあタクタクに、でピオリン、お早い早い早い、めっちゃ早い、いよいよ、ま、マジか、いやちょっと手に縫い捧げた、やばいやばいやばい、どんだけヒットポイントあるかな。キラキラポーン、オッケー、ゾーンに入った。おこれはどんなんできるんだ、ミラクルゾーン、仲間一人だからな。いやこれじゃあまりおすすめできないな。ギガスラだね。ベホイム積んどっか。で特技でキラキラポーンをローに。もうシルビアはもう一回だけピオリムかけたら、これ次は攻撃に移ろうか。オッケーオッケー、いいよ、順調よ順調。こっちもかなり素早く動ける。うわこの二人はこいつらこれ以上早く動けないな。いった、いやー死んだし。ベホイム、はい、しょうがない、こうなったら、ベホイミをローにかけて、あ違うな、連携でシルビアは勇者の前だね。でベホイミをローにかけて、ローは復活の杖だな、これでセーニャを生き返らせよう。これ毎回見てるけど一応見ますか、毎回見たい人もいるかもしれんからな。はいはい、踊ってチャキン、ローを殺されないようにしないとな。回復してよし、これセーニャが生き返る。オッケーオッケーオッケー、おわ強い強い、ちょっと一旦これあれだな、回復ターンにしないとかなりきついぞ。ベホイムでセーニャ、ベホイムで自分自身かな、ベホイミでタクタクで、こいつなんか持ってねえのか、
条約層と、あるね、自分に条約層だね、シルビアはね。え、ホイミン、はい。魔法感って意味なかったよね、これね。いや、きつっ。で、ホイミン、はい。いいよ。これかけないと、ローにかけないと厳しい。ペホイン、ロ、セイン。いや、間に合わんよ、回復が。相当強え。リベホイミ。これ、タクタクにかけと。ペホイム。リベホイミ。もう、勇者の歌があんまりもう効力を。マジか！なんとかポン効かないじゃん、これ。状態異常になっちゃうじゃん。もういいや。攻撃しよう。シルビア。火炎切りかな、やっぱりね。皮膚切り。いや、火炎切り。迷う。火炎切りちょっとやってみようか。ギガスラッシュ。101か。キラキラポン消えた。倒しきれっかな。あー、シルビアー。で、ホイム。気がするだね。いや、ここ打ってった方がいいな。うん、バーハ打っとこう、打っとこう。で、ローが死ぬと結構厳しいから。他にはないよね。自分自身にかけようか。火炎切りでギガスラッシュ。 MP がない。 MP がないよもう。ヒャダルコもいてんだよ。うわお、これ自分たちの呪文も効かなくなるからね。考えもんですよね。ゾーンに入った。お、もう一回言っとく。意味あんのかな。勇者の舞、重ね掛け。いや、これあんま意味ない気がするな。かなり、いや、これもういいや。この時にはやぶさ切りだね。はやぶさ切りでペホイム。ちょ、回復ターンか。いや、ここは攻めよう。バーハで。セーニャだね、セーニャ。で、ローは回復してもらって、リベホイミを自分にかけよう。セイ！うわぁ！入んなかったね。大して効かないっていうとして。お、バーハで生き残った。あ、でもやべ、めっちゃやべ、めっちゃやべ。ペホイム、あんまりあれだな、追いついてない感が。ミラクルゾーン、一定の間だもんな。まあでもいいかもしれない。タクタクで、で、ペホイムをこう自分にかけよう。で、ベホイムを改めてシルビア。ベホイ、リベホイムはセーニャかな。よし。これで MP 使い放題だからね。初めて使ったこの技。やべ！やべ！死んだし。死んだし。勇者殺されたぜ。しょうがねえな。バーハだな。これシルビアにかけないよね、まだね。あ、違うわ。復活の杖だ。何を考えてんの。バーハ唱えられない。どうしよう。こいつは攻撃手段ねえんだよ、あんまり。
先を見越して自分にベホイン。で、ここで、シルビアだよね。リベホイミをローにかけとこうか。まだローにはかけてないよね。うん。やめろ！オッケーオッケーオッケー。でも行動したったから。バーハをかけてるから大丈夫。生き返った。これどうなの？これは。まだ、あれは有効なのかな？さっきのやつ。ギガスラッシュいけんのか。あ、ダメだ、有効じゃない。はやぶさ切り。バーハをタクタクにかけよう。ベホイム雪だるまにかけられたままやん。なんてこったい。あ、壊れた壊れた。いや、倒せない。あとどんだけ残ってんのこの人。ヒットポイントしぶてえぞ。メラハリケーン。いや、微妙だな。タクタクさん普通に殴ってもらおうか。いや、一旦、魔法の聖水を自分に使おう。で、もう攻撃に入った方がいい、そろそろ。ドルマ、ドルマ。ドルマ。より意味あんのかな。いや、こいつは厄介だよ、ほんと。ディバインスペル効くかな。ディバインスペル。リベホイミをタクタクに打ってやる。キャダルコー。うわ、きつい。やべえよ、やべえよ、こいつ。リベホイミ聞くのか。お、聞く。いいね。ここでじゃあギガスラッシュだな。攻めよう、もう攻めよう。攻めまくろう。攻めまくりたいけどちょっとあれだな、まだきつい。これでいこうか。で殴る。普通に殴っ、カインリーで。いや、杖杖、うわ杖。ギガースラッシュ、まだ倒れない。どんだけヒットポイントあんの。うわ、当たんねえし。当たんねえよ。お、全員の連携が来たよ。これはこれでもタクタクしか使えないのか。これミラクルゾーン、ミラクルゾーンってなんだ。あ、これそこ使った。モンスターゾーン、ギガバーストかな。ギガバーストをぶち当てよう。で、ベホイム、ベホイム自分で、シルビアも、あんまりシルビア動けてないんだよな。動けてないっていうか、攻撃が通らない、なぜか。バイシオンをタクタクにかけよう。かかってるけどね、もうね。いくぜ、ギガバースト。そう、これで倒れてお願いだからどんだけ入るか知らんが、300ぐらいなんだよな、感じ的に。どうやどうや、毎回派手なんだけど。533。え、これで倒れねえの。バケモンすぎる。バイシオン、ベホイム、強すぎじゃね。もう MP ねえよこっち。どうしろっちゅうの。攻めよう、こういう時は攻めよう。回復できるかな。薬草しかないんかーい。見越してシルビアに。この人なんか持ってないの。あ、ちょうどいい。セイニャに撃ってあげよう。これ倒しちゃったらまたあれだけど。あ、動けないやば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 い。これ推奨レベルなんぼよ、ここ。勝てなくね。
でも結構いい感じに攻めてきてるけど、ギガスラ、ベホイムだな。ちょっと結構減ってるからね。ベホイムで、ちょっと魔法の小瓶しかないのか。魔法の小瓶の回復量ってひどいんだこれ、ね、なぜ魔法の水星持たせなかったんだろう。あー、ローガ、このターンでもよかった。攻撃が6、7攻撃じゃなくて、いや全然、え、どんだけまだ残ってんの。え、もう20分ぐらい戦ってますよ。はいはい、魔法の小瓶、あ、自分で使うか、自分で使おう。で、ここはドルマでいいんじゃないかな。ドルマ、エホイム、あんまりシルビア攻撃意味ねえんだよな。ボミオス、これ下がんねえだろうな、どうすな。回復させとくか、魔法の小瓶で。なんでもっといいアイテム持ってこなかったんだ。いって、やべ、魔法の小瓶、ドルマ、よしよしよし、タイミングがいい。このリホイムがあれだね、切れてるね、よく見たらね。ギガスラ、これちょっとやばいな。ベホイムかけよう。ベホイム、ベホイム、リホイムだね。やばーい、伝えてー。やばい、セーニャが、セーニャが行ってしまった。もう倒れるよ。マジか。どんだけしぶてんだよ。回復ターンですね、これは完全に。ベホイミをローだな。で、復活の杖をセーニャ。いやー、厳しい、非常に厳しい。リベホイミ、はい、やめて。あ、よかった、よかった、よかった。やめて！生き返ってもらう。これ勝てっかな？こんだけ時間使って勝てなかったら、つれえぞ。一旦防御という手もあるけど、これギガスラで攻めよう。エホイム。いや、MP が上がってきてる。この際魔法の小瓶だな。やめて、やめて、ヒットポイント少ないんだからやめて。これ誰にベホイムだっけ。倒れろ、まだか。強えよ、強すぎるよ。これタクタク防御、あ、来た、タクタク、ちょっと防御だな一旦。これまたあの500の技をぶち込むしかない。ベホイム、迷う。相手の防御、生き残ることが大切だよ今は。つか、この人リベホイム誰に使ってないんだっけ。 MP がない、ついに。いいんだ、そういうこともあろうと思った。セーニャ2杯、とりあえず身を守って、セーニャがこれあれになるのをちょっと、なんだっけ、覚醒じゃねえよ。青くなるのを待っている。 とにかくそんなことしたらやられるかもしれないな。とはいえね、あ、魔法の水星使えるじゃん。ちょ、自分に使う。魔法の水星持ってる、持ってねえ、持ってねえっていうね。薬草でいいや。魔法の小瓶を、よし、せいに早くあれになってほしい。生きて、やめて、魔法の聖水、せいに覚醒しろ、覚醒しろ、 OK 来た、よし、もう この木を待ってた。ギガバースト、はい、で、ベホイム、
セホイム。死ぬ死ぬ死ぬ。使っていこう。なんかこの地道な作戦マジで。頼む、これで倒れてくれ。これで倒れてくれ。辛すぎる。死ねーい。あ、まだだまだだ。焦りすぎ焦りすぎ。まだまだまだ。剣を受け取って、頼む。倒れろー。やったー。何分戦ってたんですかこれ。8800の経験値。やった、レベル30に上がった。それ上がるわ。ウェホイム、あ、ウェホイム覚えた、やっと覚えたな、このタイミングで。はぁ、苦労したね。上がるわ、みんな上がるわ。よかったよかった。つうかこいつらが一番いいな、パーティー的に。今んとこ難しいやつらこいつらで突破していくかな。いや、どっかでレベル上げしないときついぞ、そろそろ。はい、これを、まあ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 、この先どうなるかな。え、まだ生きてるよ。あ、ごめん、ベロニカ、ベロニカ入れてあげればなんか良かったかもしれんけど。この方に封印するのか。今よ、エッケハルトさん、魔女を封印する呪文を。よし、来た。まさか。まさか。ピッコロ大魔王。マフーバ。ポカポカ、ズマ、あ、全然違うわ。ズマパ、ポテ、ズマパ。唱えてますね。あ、やめなさい。その呪文は。あー、むちょむちょ、ズマパ、ポチャズマパ、ズマズマズマパ、ポカ。なんじゃ、この字は。ちょっと、エキアルトさん、しっかりしてよ。お、そうじゃ。ズマズマズマパ。適当、いいんだね、それね。ポカ、ジョマージョー。途中大丈夫ですか。セクシー魔女が封印されていく。いやいや、ね、謝るから、許し。あー。封印しましたね。どう？みんなも？これで？氷が溶けていきます。よかった。だねー。みんな何事もなかったかのような、多分ね、そんな感じなんでしょうね、多分記憶的にはそういうことだと思うよ。おお、美しい。これで美しいんだからな。 PS4 版はどんだけ美しいのか。 3DS 版やってんのにね。絶対 PS4 版もやろう。めっちゃ見てえもん。ああ、本当にこの姿だったんだ。メガネっ子女王だったんですね、やっぱりね。ここはご無事でしたか、シャル様。そうだ、思い出しました。魔女が私をこの本の中に閉じ込め、女王に化けていたのです。よかった、記憶もきちんとしておられますな。一時はどうなることかと思いましたが、もう安心です。魔女を私たちが封じました。お、嫌な予感がする。あ、大丈夫か。デルカダールじゃないか。デカルータ、ん？うん、どっちか。シャール様、こんなところにいたのですか。早く城にお戻りください。大臣が心配しておられましたぞ。ありがとうございます。皆さんのおかげで、クレイモランに平和が戻りました。何かお礼をしなければなりませんね。オーブくれ、オーブ。そうだ、本の中で聞いていたのですが、皆さんオーブが必要なんですよね。差し上げますから、後ほど城に来てください。オーブくれ、オーブくれって言うと、なんかガチャのオーブみたいな。さあ、エッケハルト、その本を私に。お、何、待ってください。女王様、その本は危険です。私たちが預かっておきますわ。あ、あら、そう、本当に戻ったのか、不安になるわ。よかったわね、タクタク。オーブはすんなりもらえそうよ。女王様に会いに城に行きましょうか。あ、そうだ、この本はタクタクに預けておくね。魔女の禁書、大丈夫、そんな危なっかしいもん俺に持たせて。ついつい開いてしまうかもしれない。やった、新しい称号ゲット。
ケット。え、なになに、ベテラン、なになんとかし、草食系男子。臭いでも20回以上。あ、そういうのもあるんですね。これ大丈夫かな、ここでセーブできるのかな。セーブさせていただきたい。あー、なんとか勝てたわ。お祈りしよう。すげえ時間かかったよ。みんなどんぐらいでここクリアした？ちょっと教えて、コメントで。絶対みんな、もっとレベル高かったでしょ？わかんない。すげえ苦戦したよ。はい。というわけで、じゃあセーブしました。それではこの続きはまた次回、よろしくお願いします。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。